続いては毎週水曜日の健康企画、岩手元気丸です。江口キャスターがお伝えします。はい、今日のテーマは脳卒中です。脳卒中は脳の血管が詰まったり破れて出血したりする病気です。ではこちらのデータをご覧ください。岩手県の人口10万人あたりの脳卒中の死亡率です。男性は 51.8 で全国ワースト3位、女性は 29.3 で全国ワースト1位となっています。そこで今日は先日奥州市で開かれた脳卒中の予防に関する寸劇コンテストを通して予防方法について学びます。コンテストは岩手県などが開き、県内8つの市町村から食生活改善推進員らで作る7チームが参加しました。今回は去年この大会でグランプリとなった花巻チームの寸劇をもとに脳卒中の予防について学んでいきます。まず脳卒中はどんなことが原因で起きるのでしょうか。脳卒中は塩分に加えてお酒の飲みすぎ、タバコ、運動不足や肥満なんかも原因になるらしいな。運動不足はな、肥満につながって、肥満がまだ糖尿病やコレステロールや、中性脂肪が高くなる脂質異常症、高血圧につながって。中でも脳卒中の最も大きな原因ともいえる高血圧には最大限の注意が必要です。高血圧を防ぐには減塩をすることとカリウムを取ることなんだそうです。なるほど。厚生労働省の去年の調査では、岩手県民の1日平均の塩分摂取量は男性が 10.7g、 女性が 9.3g と4年前より減り、全国平均に近づきましたが、男性は 8g、 女性は 7g 未満が目標とされています。普段から薄味に慣れておくことが減塩のポイントで、減塩醤油や天然だし、ハーブに香辛料、酸味を利用するほか、味見をしてから調味料をかけたり甘みを控えたりする工夫が重要になります。カリウムは野菜や果物に多いので、キリラスタゾンも塩分を体から出す働きがあるから、野菜は1日 350g 取ればいいって習ったたよな。カリウムには塩分を排泄したり血圧を下げる作用があり、高血圧の予防に。また動脈硬化の原因となるコレステロールの管理も重要です。動脈硬化の原因になるコレステロールの高い人は、脂肪の多い肉を控えて、乳製品は低脂肪がいいみたいなのがあって、コレステロールの吸収を抑え体外へ出す働きをする野菜、海藻、大豆のほか、血液をサラサラにする青身の魚も動脈硬化の予防のため積極的に摂りたい食品です。食事以外ではお酒の飲み過ぎにも注意が必要で、1日1合以上の飲酒を続けると脳卒中で死亡するケースが多くなるといいます。お酒は日本酒だったら1合、ウイスキーではダブル1杯、焼酎だったらぐい飲みで1杯、ビールだったら中瓶1本、ワインはグラスで1杯半から2杯が適当です。このほかウォーキングなどの運動も血圧を改善する効果があります。生活習慣を改善することが予防につながる脳卒中。観客も予防生活への意識を新たにしていました。塩分はやっぱりね、取らないようにぜひと思って今、家族にもぜひしつこくやります。頭の中では理解されてても、なかなか実際その行動に移すっていうのがですね、難しいのかなという感じはしてます。まず第一歩をですね、踏み出していただきたいな。そうすると必ずですね、健康が、向上するっていうんでしょうか、自分自身のためになると思いますので、ぜひ一歩を踏み出していただきたいと思います。
今回は寸劇を通して脳卒中の予防を分かりやすく伝える取り組みご紹介しました。劇の中にもありましたが、お酒の飲み過ぎに注意や塩分は控えめなど日頃の積み重ねが大切なようです。以上、岩手元気まででした。